まだヤヒコとマナと一緒に配信してます。そう、ここにいます。映ってないですね。ここに映ってるよ、ね、なんかお話ししよう。なんか一人ずつ喋るとすごいごちゃごちゃしちゃうから。じゃあ一人ずつ喋るってこと。じゃあ一人、違う、一人ずつ それぞれに向かって喋るとさ、マジで何言ってるか分かんなくなる。あの雪降ってるらしいよ。え、今日さめっちゃ滑ったんだけど。あー、わかる、ね、今日転んだ、あそこで。え、マジマジ、まあ、去年めっちゃさ駅のとこでめっちゃ滑ってさ、うん、女の方に助けてもらった。いいの、大丈夫ですかって言って、あ、ありがとうございますって。すごい優しい、そう、手を差し伸べてくださって、すごい、マナもこう手を差し伸べて一緒に立った。あのあれよね、こんばんは。そのさ、新潟のね、あんまり来ない人は雪慣れてないじゃん。関東の方ってみんな雪慣れてなくて、もうさ本当にちょっと降ってるだけで埼玉の人とかみんな滑ってんの、本当にみんなこけるのね。それは光栄、最高です、ありがとうございます。ありがとうございます。だからさ、マナのこと見つけましたか、夏のメドレーの時。喋らせてくれた。マナはカチューシャとなんだっけ、パレオとメロンジュース3つ出ました。イエーイ、ね、みんな何出た。昨日はエベリデカチューシャと、うん、あれ、メロンジュースとシャベピ、うん、そう、シャーベットピンクとね、マックス。ヒナはエベリデカチューシャとパレオ。うんね、シャーベットピンクとマックスときはね、初めてね、ユカさんのポジションに入らせてもらったの。これみんなに話したかった。でも昨日寝落ちしたのよ、めっちゃ盛大に、ね、一人ずつ話せてたのに、ずっと日野しか喋れないんだけど。は？お疲れ、ありがとう。は？はだからね、3曲連続だったからメロンジュースめちゃめちゃね。いやいやいや、大変だった。お互いお互いよ、こんばんは。相づちでええやん。別にまあまあ仲良くしなって。いや仲いい。こんばんは、これは私のイヤポッド。あなたのなの？そうだよ、マナなんだよ、ほらマナって書いてあるじゃん。え、ほんとだね、いいな、エポッツプロ欲しい。エポッツプロ、うん、買いな。土星論だけどね、それはとっても土星論だけど。新潟市は誰がに道路通ってるよね。そうだから、じゃ話したかったこと話していい？だから、うん、あのじゃあ10秒で収めて、うん、埼玉にの人はその滑りやすいの。だからどうやって、さっきそれ聞いたから。じゃだからそっからの話よ。新潟のその人はね、新潟人っていうか新潟歩くときはその雪が少なそうな道じゃなくて雪が多そうな道歩くといいよね。うんうん、うん、分かる。あのそう雪が少ない溶けてる道は凍ってるから滑るのよ。の雪がねたくさんある方が、そうふさふさしてて、そうふさふさしてていいの。うん、うん、イエス、そうこっちの方がぐさってボコボコって、そう何の話してんのみんな。だから話聞いてなさすぎだろ。わかる。だから歩く時雪道歩く時に、その氷溶けてるところは凍ってて滑りやすいじゃん、うん、だから雪が詰まってる方がそういうことか、別にね、滑りにくいでしょ。だから逆にそっちで歩いてたわ。だからよ、今まで でかつ両かつ、つま先かかとを同時にうちら使わないよね。マナ、これから使おう。フルターマナかつなんちゃらかんちゃら違うでしょ。違う意味？カツってどういう意味？え、なん？カツ？え、これ食べてもらえない？美味しそう。食べる？食べない。カツ、つま先とかかと同時につくようにすると滑りにくくない？いやいやいや、そうやってそう歩いてる。そう、ちゃんとこうペタペタペタって歩く方が、そう、かかとから歩くとかかとから滑るし、つま先はつま先から滑るし、体重を同時にかけた方が、そう、わかる。ちゃんとブスッブスッってやれば、うん、そう刺してくように、うん、ね、だからめちゃくちゃ気をつけてね。こんばんは。明日もだからサウン卒業公演はひなちゃん巻きでお願いしますって言われてるよ。急いでるよ私これで。サウンの卒業公演はさ、あのファンの方も来るからさ、気をつけてほしい、ね、サウンのファンの方たくさんいらっしゃってね、うん、欲しいね。そうだね、そうこんばんはです。だからね、同時にこうやって歩いてくるんだよ。こうでもダメ、こうでもダメ、こうやって歩くの、わかる？歩くレクチャーしてるの。そう、ね、滑っちゃうもん。だってこうやってかかとから行くと、こうかかとからクッて足取られちゃうからね。ギフトありがとう。うんうん、3日連続でこ
転んだ人が何やか当たってる。いや私は雪で転んだんじゃないです。あの夢に会いに来た時に転んだやつ。そう、うん、3日連続で転んでんの。でも、うん、全部雪が原因じゃないの。普通に自分で転んだ。昨日も昨日、え、今日じゃ、今日もそうなの。今日も朝から転んだの。雪じゃなくて。雪じゃなくてポンコツすぎるよ、それは。だいぶポンコツだよ。パレ踊ってる人いる。ハマってひな。難しいこの曲。いや、めっちゃ夜配信してる。なんで？みんなはいいんじゃない？その目線で。うん、違うな。あまりうまいよね。世界ね、ひななさ、ファンの方って絵文字が好きなの？わからん。みんな絵文字してるよ。歌ってるからだと思う。あ、そういうことね。優しいね、皆さん。僕は君に恋をしてしまった。こめっちゃ早いよね。パレオカット多かったね。カット？うん、もったいないと。カット？ワーハだから。ワーハ、もうテレビサイズでしょあれ。テレビサイズにめっちゃカットしてるなと思って。ええー。ありがとう。同い年が来ました。ヒップサービス。イエー。ヒップサービス。なんて。それは昨日にして。ミラーボールありがとう。マジ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 。二人揃うとさ、茨城なんだよな。なんで雪だるまなの？え、寒くない？じゃあバイビー。バイビー。バイビー。顔も出してくれんここ。こんばんは。雪とプレゼントありがとうございます。ね、ありがとう。プレゼントもありがとう。やばい、ひな待って、そっちに映ってたの？え、映ってた。映ってたよ。めっちゃ欲しいんだけど。なんで？こっちはさ、顔だけだからこうやってもさ。確かに。そっちの画面から見たの？すっごいバカっぽかったよ。やばい。よいしょ。面白かったよ、だって。今ちょっと映ろう。映りな。なんだっけ、なんだっけ、マジで。マジでさ、メランジェスやった？やってない。やった、やった、メランジェス。絶対やばい。そんなジェス。でもヤヒ飲みたかったな、メランジュース。プレゼントありがとうございます。これ絶対やばい。またそっちから見ても絶対やばいよね。しかも結構下から下からアングル。下からアングルです。ねえさ、クリスマス感マジでゼロじゃない？当たり前じゃん。本当にさ、でもなんかさ、唯一さ、コスプレできたじゃん、サンタの。まあね、コスプレじゃないか、クリスマス公演で、ね、サンタクロース着れたからやったけどさ、なんかさ、昨日ね、10時前に寝ちゃったの。もう疲れすぎて、何時に言った昨日？まだ、ちょっと遅かったけど、お風呂入ろうとしたら帰りから電話かかってきて、それ意味わかんない。1時間以上電話してた。なんで？もうさ、ただでさえ忙しいの分かってんじゃん、この時期。そうなの、お風呂入ろうとしたらかかってきたから出たの。すぐ終わらせようと思ったんだけど盛り上がっちゃって。めっちゃ疲れそう。ヤヒは？なんてありがとうございます。寝れた？何時ぐらいかな？3時。でもみんな結構遅くまで、あ、でもそっか、練習とか。今日めっちゃ遅く起きたよ。マジ？まあ、早く起きちゃうんだよね。どんだけ遅く寝ても。あ、本当？いけないか。12時10分に。ね、遅っ。間に合わん。何して？え、一回ね、私5時、6時ぐらいに起きたの、朝のね。早っ。ねえねえ、どうしちゃったの？え、だから10時前に寝たから。ああ、早く寝たからってことね。で、それで、あ、やべえと思って起きて、なんかやったけど寝た。寝ちゃった。で、また寝落ちした。いいじゃん。もうそれで何時に二度寝の時起きた？二度寝の時起きたのは二度寝できないんだよね。11時半とか。二度寝できないの？うん、でもできる時とできない時がある。え、二度寝って私二度寝しかできん。なんなら今のなんか YouTube とか Netflix 見ちゃう。え、YouTube 見ながら日の寝落ちするんだよ。マジ、まあ、寝落ち絶対しない。すごい、したことない寝落ち。寝ようと思ってから寝ない。それじゃなくて寝るの？いいな。うん、私
いいな。やばでしょ。寝落ちを経験したことないの？ない。え、本当に？うん、寝落ちしかできないんだけど。逆に寝落ちってもいきなりこうなっちゃうの？でもう YouTube 見ながら、そうだからさ、寝ようって思って寝れない。でもら寝ようって思って寝る。やばー、めっちゃ規則正しい人間じゃん。ね、まあ、いいな。だ、睡眠の質がいいんじゃない？そうかも。今の一回寝たら起きないもん。え、いいな、マジで羨ましい。だからね、もしね、泥棒とか来てもらずっと寝てると思う。目覚ましで起きる？目覚ましで起きる。ああ、あ、そういうことね。なるほどね、うん、すごい。でも結構最近ね、最近結構朝8時とかで起きることが多かったの、うんうん、だから最近何も目覚ましかけてなくても8時に起きたりするの。前言ってたね、なんか。そうだ、あの結構大事な時も。俺も分かる。なんか車に乗ってて集合、あ、何、その目的地に着くちょっと前に起きる必ず。それとは違う。ギリギリだけど、まあ、いや、そう、そういうこと。そう、車の中で寝てても、あ、車の中で、あ、わかるわかる。車で寝てて、なんでだろうね、ちょっとなんか前ぐらいに起きる勝手に。イエーイ、飲まれてた、ね、気づかなかった。そうで、最近だ、もう結構朝早い、なんか9時集合ぐらいの時に、うん、8時に起きなきゃいけない時に8時に起きた。目覚ましかけ忘れて。6時集合の時は、は頑張って目覚ましかける。でこの前はたまたま目覚ましかけてなくて寝落ちしちゃったの。それもね、うん、でも起きたんよ8時に。うーん、結構だから良かったの本当に。良かった、それは。ね、ギフトもありがとう、プレゼント。だからクリスマスか、まだクリスマスの背景なの。今日だって25、ね、26だよね、うん、まだやってたんだね。いつまでだろう、ね、これまだある。みんな、え、え、何それ、え、何それ、なんかまだあるんだよね。これなんであるんだろう。え、もうこれ消しちゃっていいよ。あ、消しちゃっていいんだ、これ。あのね、そう、配信設定みたいなとこができるはず。やってみよう。ね、これいいじゃん。クリスマスね、何もだから本当に何も。メリークリスマス。プレゼントありがとうございます。YouTube もさ、動画いっぱい。たまってんだよね、見たいやつ。わかる。最近 YouTube とかあんまりさ、いつも以上に見れてない、うん、そう。配信してます。配信してるよ。もうチャンスだ。は返答になってなかった今。返答って何？え？え？返す。あ、もちろん分かっているさ。あ、そういうことね。もうね、この人疲れてるの。あの疲れてるって言ったの。マイキー触ったよ。で、うっさーん。あのね、このマシモさんね、こんにちは、マイキーさん、マシモカホです。今日あれなの、ね、ごちゃだったから。そう、ね、ごちゃからずっとごちゃごちゃ、ね、東京戻ってきて、ね、で寝てるから。ずっとレッスン、スケジュールがずっとレッスンしててね、うん、今来てくれた。ハードスケジュール。そう、でもね、あのね、寝てから来てるから、本当に3時間しか寝てないとかそういうのじゃないから、うん、全然大丈夫なんですけど、うん、あのね、したらね、ひながね、今日ね、私が全然売ってなくて。そうだから、あの注文したんよ。そう、通販で準備してる。マイキー、そしたらこっちにも写って。え、知ってる、マイキー。もちろん、本当に可愛い。ゆめちゃんヒップサービスして。かわいい。そうで、サービスガチヒップサービス、ね、そう、めっちゃ嬉しくて、そう、ずっとね、持ってくれてるの。マイク代わりにしてやって、ね、プレゼント冥利につけるよ ね、 ね、 そうだね、冥利につけるって何ですか。なんかさよなら、私は練習してきます。はい、どうぞ。頑張って配信。はい、待ってるね、みんな。ちっか、ちがすぎやろ。もうみんな結構頭おかしくなってるから。ヒップサービスした、今。今、ゆめたんのお尻触った。ヒップサービス。やば。そうだからね、誕生日プレゼントさ、11月なんだけど。ありがとうございます。ごめんね、ごめんね、ちょっとごめんね。ちょっとヒップサービス、ヒップサービスしないで。ごめんね。ヒップサービスしないで。マジお前知ってる？あ、プレゼントありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。じゃあ帰りの配信中に止まって、こうやって、いや、気づいてた。水飲んだらいいものの。違うの。壁に背中つけてたの。だからもう前通りしかなかったの。分かってんのよ。気づいてたけど違うの。ねえ。おほー。また優さないで見えちゃうから。違うの、あのね。あの、いや、配信してるのは気づいてたの。だけど、通らなきゃいけないから、とりあえず、まあ通るか、普通に通ったの。そしたら、なんかケツ映ってたっつって。ねえ、お尻って言って。ええやん、ケツで。え？もう一回ワンモアタイム、その。
その理由もう一回その理由え通らなきゃいけなかったからじゃあなんで後ろ通んない。えで後ろは違う、後ろはあのね会議がこうやって配信してたの、うんうんうん、ここに物をこうやってこうやってここに置いてあって会議を背中つけてこうやって配信してた、うん、しかも壁との距離めっちゃ近い、ここね、うんうん、そうだからもうここ通る前通るしかないから、うん、あすいませんねっつって通った。でもなんか後ろ姿でお尻にそうだよ、ちょうどケツだったそう別にいいよ、もう何分やってる今、えもう15分経ったみたい、経った、え経ってた、なんかなってないんだけど、まあ、もうちょっとかもしれない、まあ、なってるかもしれんけど、あるけどなってない、わかんない、なったかもしれんけど見逃してるだけかもしれん。壇上読もうかな一回読んでいい、うん、13位ビーヤマさん、12位ルリちゃんさん、11位ユーシュンさん、10位ガッティさん、9位シンさん、8位スズナさん、7位ワンワンさん、8位田中早瀬さん、5位ヒデさん、4位竹蔵さん、3位トム48さん、2位吉明さん、そして1位は朝だるいさんです。朝だるいよね、わかる、15分経った本当に。えなんかね、じゃあ一応そろそろ終わりたいと思います、みんな。あ、ありがとう、また明日の配信で会おうね。バイバイ、またね。まだ配信してるよ。じゃあ、値は。あもうね15分達成したって。値は通るか、まだ後ろ通りたいな。はい。13位、マシオさん、ありがとうございます。12位、アズさん、ありがとうございます。11位、アンドさん、ありがとうございます。キヤキヤ。10位、ヤッキーさん、ありがとうございます。マヌちゃん、ありがとう。8位、韓国ペンギンさん、ありがとうございます。7位、ウッチーさん、ありがとうございます。6位、ARK さん、ありがとうございます。5位、エフケンさん、ありがとうございます。4位、ユウトさん、ありがとうございます。3位、ナカさん、ありがとうございます。2位、イズキチさん、ありがとうございます。第1位、ケイマンさん、ありがとうございます。おめでとう。今日の配信はこれで終わりにしたいと思います。明日はサラの卒業公演、よろしくお願いします。頑張ろう、頑張ります。またおやすみなさい。あ、日のまだ配信してる。ね、ね、もうね、本当はね、もっといっぱいお話ししたいことあるの。そのゆかさんのポジションの話とかさ、そういうのもね、いっぱいお話ししたいんだけどさ。あと今日はね、東堂ゆりか様のね、お誕生日ですよ、皆さん。忘れてない？本当は絵描きたかったんだけどね、マジで時間なさすぎて無理だった。あ、まだ配信してるよ。うん。うん、まだ配信してるよ。え、違う違う、まださ、うん、これさ、自分が何日配信してるってどうやって見れる？え、もう見れないと思う。見れないんだ。こっからだと見れないと思う。そうね、だからね、そう、誕生日なんです、ゆりか様が大好きな。そうで、まあ、明日は、明日こそ本当に朝配信しないといけないかもしれないけど、わかんないや。ごめんね、全然お話ショールームできなくてごめんなさい。ちょっと29日の RBB 終わるまではね、ちょっとなかなか難しいかもしれないけど配信はしたいので、ということで男女読みます。はい、13位市田さん、12位太郎さん、11位ベロさん、10位ゆかおしじいさん、9位むっちゃーさん、8位りんさん、7位犬くんさん、6位山あり鴨郷さん、5位ひろしさん、4位ひよりげたさん、3位突破球さん、2位しんいちさん、1位東郷さん、ありがとうございます。ということで今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。明日はサラの卒業公演です。頑張ります。それでは皆さん、また明日、おやすみ村、バイバーイ。